ですけれども、池田さんご自身にとって今年1年どんな年になられたか。皆さんも、ね、ご存じだと思いますけど、そういう形状になった後はやっぱり、自分で自分の経過の、責任を全うすることがやっぱり自分の、求められること